はい、どうも、ごとさんです。はい、激戦スゴフェスね、白星マンシェリーとビビレベッカの2人っていうのかな、4人のダブルキャラが追加されて、まあ、激戦なのでね、意外と確率は厳しいと思いますけど、いつも 0.24 とかあるんですよね。で、今回 0.13 とかだから、まあ、ちょっといつもより高いかな、 2.7 とかある、 2.7% 違う、 0.27 なんで3、まあ、ちょびっとありますね。で、確定枠で普通に、まあ、2% ですか、これ22連の夢の22連でどっちか確定っていうのは 4%、 うん、出なくもないけどやっぱ厳しいですね。で、まあ、33連66連など、まあ、確定枠があって、まあ、他のね3キャラのやつはまあ出るだろうと、今回はねちょっとしっかり聞きたいんですけど、普通のところでは 3% ずつ 6% ぐらいあるんですね、33連とかの時かな。でね、犬嵐と猫マムシも持ってないのでついでに狙いたいんですけど、面白く出るんだな、意外と夢ありますね、夢あるけど。で、一番ちょっと知りたい15、165連目、15セット目、まあ、ここはね、ここまで行きたくないんですけど、1.35 と 15% か、両方とも 15% ずつあるので、30%。3回に1回ぐらいは白星かビビが出ると、まあ、第3弾まで全部ここまで回せば、まあ、一体手に入る確率が、まあ、そこまでないけど6割ぐらいはあるという感じで、なかなか厳しいですね。厳しいな。まあ、なんか、猫まぶしとかもそうなんですけど、超厳選されたやつが 7.8 か。ほう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 。まあまあ悪くない感じなので行きましょう。ね。99年と120連もいい感じなので。さあ、じゃあまず赤髪が何枚出るかね。数えながら 3.5% とかあるのかな ?30 連に1枚ぐらいは確実に出る。もうちょっと出るようになってるのかな。行きましょう。さっき1本目最初の。なんかすげえ変な出方したけど、大丈夫かな?さあ、やばい。あれ?新キャラも出ないと。新キャラすら出てない。やばいな。はいはいはい。で、じゃあ次行きましょうか。はい。まあ、石ないですね。もう回せないので、はい、買ってきます。はい、買ってきました。じゃあ行きましょう。オーバーはもうね、無視していいので、酒場キャラが確定なので、まあ、コビー、ビオラ、コニーのどれかが出てくる。で、赤髪が 4% で来ると。道中は、赤髪来ないですね。どうかな、ステップアップもまだある。さあ、止まれ。あ、止まった。違う。嬉しいけど違う。さあ、うわー。兄貴。よし。あ、止まった。違う、なんで嬉しいけど、ちょっと待って、新キャラは違うよ、ちょっと、まあ、このね、ダブルキャラの時に、もう片方が出る悲しさね。はいはい、コビー、ありがとうございます。じゃあ、これでもう、ビオラとコニーが出てくれれば、新キャラは、コンボですね。はい、じゃあ、33連目いきましょう。でも、もう、赤髪2体出ましたね。さあ、道中は、最後の11枚目が確定なので、赤髪確定ってすごい実は価値ありますからね。さあさあ止まれ。ちょっと待って、新キャラほんと出ないな。マジで。はい、これ、まあ道中じゃないのでね。確定枠、短い。OK。実際あんまり持ってないので、まだまだ欲しい。虹に全然なってないのでね。テゾーロは嬉しい。はい、じゃあまた買っていきます。はい、買ってきました。じゃあ行きましょう。44連目。赤髪は33連で2体出てますね、道中で。確定枠はちょっと数えなくていいかな。うわ、赤髪。3枚目。いい感じですね。44連目ですからね。さあ、長いの来てくれ。というか、新キャラも来てくれ。ちょっと待って。さあ、長っ。早い。オッケーオッケー。ガープンもね、強いですからね。はい。ありがとうございます。44連までで新キャラなしか。はい、行きましょう。55連目。今回44、55何もないのでね。
もうとにかく回していくしかない。ただまあ、あの金確定なのでね。うわ、赤髪出ないな。はい。じゃあ、55連目は、ああ、波もほんと出ないな。44、55、ちょっと厳しいな。はい。じゃあもう、ああ、また石がない。すいません。行ってきます。はい。買ってきました。行きましょう。66連目。最後の、1枚が赤髪確定。66連で、今3枚赤髪道中で出てますね。確定枠以外。さあ、おお、出た。4枚目。うん、いい感じですね。出ないわけではない。そんなすごい出るわけじゃないですけど、新キャラが出ない。さあ、長い。うわぁ、長くない。そっち。そっちですか。はい。確定枠ありがとうございます。さあ、期待は、厳しいな。激戦はほんと厳しい。激戦すごいフェスは厳しいな。さあ、行きましょう。77連目。お願いします。さあ、99連目もね、かなり期待できるんですけど、その前に赤髪来ないな。まあ、4枚か、今道中。来てないかな。ちょっと、ほんと新キャラが来ない。こんなに来ないの？ちょっと今、コピーまでで、コピーも2枚目とか出てないですよね。コピーまだ1枚。77して。こんなこともありますよ、皆さん。ちょっと一応ね、参考までに。はい。石買ってきました。はい。石買ってきました。いやー。これで88連目かな。99連目は熱いですけどね。さあ、道中5枚目。ありがとうございます。いやー、おー。道中6枚目か。赤髪はとんでもなくいい感じだな。88連で。さあさあ、ちょっと、赤髪のところ、目つぶってみましょう。どうだろう。長いの来てるかな。声が分かりやすい。おお、やっと来た、新キャラ。ありがとうございます。いやー、ここに来た。あと、ビオラだけだ。というか出なさすぎだろ新キャラ。ああ短い。おお、でもこれは大当たり。ありがとうございます。赤髪6枚道中来ましたね。さあ、ここは熱くない。さあ、じゃあ次か。次が意外と確率高いんですよね。10%ぐらいはあんのかな。ちょっと一回、はい、確率見てきました。両方とも 8.5、8.6 ぐらい確率あるので、17% ぐらいの確率があると新キャラ出る可能性がね。なんで、6分の1ぐらいで新キャラが出る。なかなかこれは熱いんじゃないかと。さあ、おー、道中、7枚目。ありがとうございます。ていうか、最後も期待できるしな。ここら辺は、なんかね、赤髪だとああいうところ引けないんですけど、うーわ、手相録か。さあ、最後の1枚も熱い。お願いします。いやー、17%は高いけど、そんなの、もう、すげー出てる。ちょっと待って、最近、ダメだな。新キャラほんと来てないな。ダブルキャラ弱いな。はい。じゃあ、しっかり石を買ってきました。で、次が100連目。まあ、10セット目、110連までいきますね。ここは得点ないですけど、いや、さっきの99連はね、17% を外して、おー、バルトっていうのはきついな。おー、道中8体目。赤髪はかなり出てますね。11セット目で道中で8体出てますから。おー、頼む、長くない。いやー、大活躍してるマズラ。強いですよね。しょうがない。さあ、ちょっと待って、ビオラも出てないよな。ちょっと待って、本当に。はい、じゃあ11セット目いきましょう。お願いします。さあ、いやー、なんかあの長いの見たいな。なんかね、ちょっとハマるときは当然ありますね。まあ、いいときはめちゃくちゃいい引きするんですけど、しょうがない。ただ、正直最近ね、おー、コニー。2枚目かな。おお、コビーも出た。コニーとコビーがややこしいけど。はい、ダメか。残念。じゃあ行きましょう。オーバーしてますけど。はい、また激アツの12セット目。最後が多分 17% の確率。6分の1の確率で新キャラ。おお、ちょっと待って。道中これで9体目？ん？10体目かな。
のうち10体目の気がする。さあ、長いのは来ないか。おーおー、悪くない。強い。強いです。はい。長いの、頼む。頼めない。ちょっと待って。99と、9セット目と12セット前の激アツが両方ともバルト。いやー、きつい。これはきついわ。女の子が欲しいのに。はい、もうバルトの確率見ていきましたけど、6.897 とかですね。それを2回連続引くんだ。いやー、きつい。バルトどうしよう。嫌いになっちゃいそうですけど。まあまあ、これがガチャですね。どうしよっかなー。もう、そうか。おお、また道中10枚目か、これで。ありがとうございます。おお、これは嬉しいかな。いや、ミホークはね、サポート本当あげたかったので、ありがとうございます。というか、ビオラ。ビオラ。新キャラのうちビオラが出てない。そんな出ないの？え？道中。さあ、行きましょうか。これで、140の、本当にな。頼みます。来て。いや、赤髪10枚、道中10枚はすごいけど、本当にすごいけど、さあさあ、今。ここには、よし！ここ喜ぶとかじゃないけど、嬉しい。これは嬉しい。14セット目で、無事コンプと。じゃあもうこれ最後まで回しましょう。なんでここで2枚出んだよ。はい。いや、文句言っちゃいけない。さあ、最後。超厳選されたらしいので、課金楽しくやっていきます。はい、最後の課金が終わりました。いきましょう。30% の確率で新キャラ。もう 6.9% 2回連続引いてる。バルトを2回連続確定の9セット目、12セット目で引くのに比べて。おあー、進化後。進化後こんなところで出るんです。すごいな。止まったから何かと思ったら。お、また止まった。えちょっと待って、ビオラの進化後。ちょっとなんだよ、この。15セット目。なんかボーナスがあるのかな。さあ、最後。長いの来い。頼む。頼めない。強いけどね。いやー、レッドフォークもね。ありがとうございます。しょうがない。スネークマンもすげえ強いけどな。いやー、終わりましたね。新しく165体手に入れましたけど。新キャラは、ガチャゲンはコンプ、超すごいやつは出ませんでしたね。まあちょっと悲しいですけどね、まあこれがガチャですし、まあ今回ね、ちょっと都合、トレマーやるのもちょっとかなり忙しくなってるんでできないので、まあ、今回はこれが運命だと思って、また次のね、ガチャゲンで狙いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。